皆さんこんにちは、広報校長課鈴木です。皆さん6月10日が何の記念日かご存知ですか？実は路面電車の日なんです。1995年に開催された全国路面電車サミットでこの記念日が制定されたということです。豊橋に縁がある記念日ですので皆さん覚えてくださいね。さて今回の豊橋ナウのラインナップはこちら。公共交通機関の感染症対策についてと、昭和の大作曲家古関裕二の妻内山金子とその時代展の話題についてお届けします。またお知らせは図書館の特別整理に伴う休館と貸し出し期間延長についてです。それでは初めに公共交通機関の感染症対策についてです。こんにちは、都市交通課の小野寺です。新型コロナウイルス感染症の影響による緊急事態宣言が解除され、仕事や買い物などでお出かけされる方も増えてきたのではないでしょうか。今回は皆さんが安心してお出かけしていただけるよう、豊橋市内の公共交通が行っている感染症対策について豊鉄バスに伺って聞いてみたいと思います。こちらは上田町にある豊鉄バスの本社。市内21の路線を走るバスを毎日送り出します。こちらは豊鉄バス運転士の河合さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では実際にバスの中どのような感染対策をされているのか見せていただいてもいいですか？はい、まず車内環境を進めるために乗降扉が開いております。始発と終点でですね、車内の環境をより一層進めるために扉を開けております。で車内に入ります。はい、バスの構造によって異なりますが、基本的なバスの構造はですね、このバスの窓の上部が開閉できるようになっておりますので、そちらの方を開閉して車内換気に努めております。空気がしっかり循環されているんですね。そうですね、走行中含めまして車内の換気により感染症対策を行っていることです。河合さん、ビニールシート運転席についてますね。はい、運転手は運転業務の他にお客様のご案内業務がありますので、飛沫感染対策としてこのようなビニールカーテンで運転席を覆ってます。そうなんですね。はい、もちろん係員や運転士はマスクを着用、また始業、終業、休憩時など定期的な手洗い、手指の消毒を行っているほか、発熱や咳などの症状があった場合には勤務を取りやめるなど日常の健康管理を徹底しています。弊社ではこのような取り組みをしてお客様が安心快適にご利用いただけるよう、また運転手は感染リスクに直面しないよう努めております。一部利用座席制限などお客様にはご不便ご迷惑をおかけいたしますが、安心快適な輸送に努めてまいりますので、何卒ご理解ご協力をお願い申し上げます。豊鉄バスをはじめコミュニティバスなど市内を走る公共交通で様々な感染症対策に取り組んでいます。利用者である私たちも安心して公共交通を利用できるよう守りたい4つのポイントをご紹介します。まずは利用時間の工夫です。時間に余裕を持って家を出るなど混雑時間と重ならないように通学・通勤時間を工夫しましょう。次に目や鼻、口に触れないことです。手すりやつり革など不特定多数の人が触れる場所を触った手で顔に触らないようにしましょう。3つ目は会話をするときのマスク着用です。これからの暑い時期は熱中症に気をつけながら、会話をするときはマスクをするなどして飛沫感染の危険性を軽減させましょう。最後に手洗い、うがいです。こまめに手洗い、うがいをして健康管理を徹底しましょう。お互いが気持ちよく安心して利用できるよう4つのポイントを守りましょう。緊急事態宣言解除を受け、市内のさまざまな施設が再開しています。ぜひ公共交通機関を利用しお出かけください。さて続いては昭和の大作曲家古関裕二の妻
内山金庫とその時代店の様子をお届けします。豊橋市中央図書館では現在、今年春から放送中の NHK 連続テレビ小説エールのヒロイン関内音のモデルとなった作曲家古関裕二の妻内山金庫を紹介する企画展が開かれています。この企画展はですね、昭和の大作曲家古関裕二のですね、妻金庫さんを紹介するですね、展覧会になります。金庫さんが実はですね、豊橋出身だということでですね、企画した展覧会になります。企画展では金庫が豊橋で過ごした少女時代の様子や古関裕二と交わした手紙などが紹介されています。ここはですね、金庫さんの家族内山家を紹介するコーナーです。内山家はですね、大家族だったんですよね。金庫さんはですね、7人兄弟、その中の三女として生まれました。内山家は15師団に馬の資料を収める馬領所という仕事をしておりまして、かなり裕福でして、豪華な暮らしをしてたと言われています。金庫は成長すると家の近くの福岡小学校に入学、成績も優秀で、その後豊橋市立高等女学校、今の豊橋東高校に進学しました。金庫さんはですね、豊橋市立高等女学校に進学しています。そこのですね、教育でいろいろなことを学び、しかもこの学校ではプロの音楽家を招いてたと、そういう音楽会もあったもんですから、そこで音楽に触れ合いまして、将来オペラ歌手として自立しようということを考えたというふうにですね、言われております。こちらはですね、古関裕二さんと金庫さんがですね、やり取りした往復書簡になりますね。最初の頃はですね、手紙のもやり取りも堅苦しかったんですけど、だんだん打ち解けていって、お互いにハートをやり取りする絵文字を書き始めたと、それから恋愛に発展していったということですかね。この時代にね、こうお手紙なんか拝見して、ああ情熱的な方でね、感心しました。このほか図書館1階には朝ドラエールを紹介するコーナーも設けられ、豊橋市内で行われたロケの様子などのパネルが展示されています。この企画展、昭和の大作曲家古関裕二の妻内山金庫とその時代展は6月23日火曜日までの開催です。貴重な資料の数々をぜひご覧ください。最後に図書館の特別整理に伴う休館と貸出期間延長についてお知らせします。豊橋市図書館では蔵書点検業務のため6月24日水曜日から7月7日火曜日までの間休館し、図書の貸し出し返却を休止します。休館するのは中央図書館、向山図書館、大清水学び交流館、ミナクル内、大清水図書館です。また石巻、清涼、南部、二川、北部、室の各地区市民館、アイプラザ豊橋、子ども未来館ココニコでは期間中図書の貸し出し返却を休止します。なお休館に伴い6月10日水曜日から23日火曜日の間、図書の貸し出し期間を4週間に延長します。詳しくは豊橋市中央図書館電話0532-31-3131へお問い合わせください。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。さて、今回の豊橋ナウいかがでしたか？来週もお楽しみに。続いては街角ネット、田原です。